し小屋について確認をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速牛小屋ですね。牛小屋の種類としては、牛小屋の種類はこの4種類があります。値段によってね機能が違かったりするんですけど、この辺をねちょっと中心にね使い方を確認していきたいと思います。でなんでこんな動画をね、うん、作ろうと思ったかというと、はいはい、このゲーム、うん、突然のっぱらにポンって出されて、そういきなりさ、うん、じゃ何も知らないのにさ、うん、いきなりいいじゃん。そうなのよ。でその前作とかね、うん、その前からこうされてるね、うん、あのベテランファーマーの皆様は、うん、まあ、当たり前のことが僕らね今作から始めたんですけど、はい、この初心者ファーマーにとっては、はい、非常に難しい。そうなんです、わからないことだらけなんです。いや本当に気づいたこととかこれ絶対初心者ファーマーわかんないだろうっていうこととかね、うん、まあ、そういうことをちょっといろんな解説ができたらなと思います、はい、そして、ベテランファーマーの方からしたらちょっと違うよっていうこともあると思うんです。まあ、そういう時はやんわりコメントで教えてください。はい、教えてください。それではちょっと長くなりましたけど早速やっていきましょう。このマークですね、このマークは乳牛から、牛乳をねもらえるところですね、はい、まあ、いわゆる積み込みマークですね。おー、で続いてこちら、はい、こちらがまあ下ろすマークになってます。でこれはまあ牛さんの1個目の、まあ、柵だけなんですけど一番安いってやつですね、はい、でここで下ろすって言ったら餌ですね。餌、はい、はい、そしてこちらが飲み水。あ、お水、はい、牛さんのお水ですね、はい、でこのアニマルマーク、肉球のマークですね。これ近づくと、近づいてボタンを押すと、変えたり売ったりすることができます。はい、それでは、早速どうやって置くのかをね見ていただきます。あ、まずねちょっと牛乳の方はね今まだないのでまた後でにして、とりあえず餌からやっていきたいと思います。はい、お願いします。このダンプアップのマークのところ、おろしのマークのところで餌を置くと、おー入った。はい、このように入ります。この1個目の柵の牛小屋はこれで OK。 まあ柵というか基本的に牛小屋はね餌はまあこんな感じにやっていくのが多いんですけど、特殊なのもあるんで、一応1個目はこれだと覚えておいてください。はい、それではお水いってきます。はい、それでは2個目やっていきます。これはお水ですね。はい、でお水をあらかじめ汲んである、これまあトラクターでねお水のところに来ると、荷下ろしを開始、お水って出ますんでこれで荷下ろしをすると、だいぶ入りますね。すごい、あ、止まった。止まりましたね。さあちょっとどいてみてみましょう。はい、これでお水が入りました。お水入りましたね。これで右下牛舎のところで、5匹いて、まあ、健康状態 0% っていうのは今買ったばっかりなんでね、うん、でそして餌と水を、入れてね、これでねあの牛を育てていくことができます。牛さんの、まあ、食べたら出し的なものですね、はい、はい、でそれと、まあ、堆肥もつけられるんですけど、今ちょっとこれ堆肥についてはまた後でやりますね。こんな感じでね、でお水はもう入れる必要ありません。ここからはすごいでしょ。すごい、お水勝手にやってくれるみたいな。すごい、自動ですね。すごいでしょ。で牛さんも結構いるでしょ。今15頭います。健康状態0、まだ作ったばっかりなんでね、はい、餌は0、その牛乳も0で、わらも0、スラリ、ここでね、お水がなくなった代わりにわらとスラリっていうのが項目が増えます。本当だ。はい、それでやっていきましょう。はい、でこちらから、入れていくのは餌とわらの2種類になります。はい、じゃあまず餌のやり方からいってみましょう。はい、これであらかじめね用意してあった干し草ですね、干し草の、ベールになります。固まってる状態ですね。これをトラクターで入っていき、この下ろすマークのところで納入します。すると、まあ、こういう感じでねなくなって、
牛さんに渡すことができる。右下の項目で餌が、8000と、55リットル。リットルってなんやねんって話やけど、8000と55入りました。はい。これで OK。はい、続きまして、藁の項目ですね。これはね、下に敷く藁なんですけど、まあ、あまり項目あるんですけど、なんかね、あってもなくても一緒だよっていう声もあるんですけど、はい、まあ、せっかくやってるんで、あった方がいいかなと思います。はい、このね、藁をまあこうほぐす機械、まあ、が必要になります。はい、今、詳しくちょっと今、画像の方で出してもらってると思うんですけど、こちらの商品ですね、リースご購入検討ください。それではちょっと入れていきたいと思います。今回使用するのはこちらのね、ベールになります。ロールタイプのね、はい、藁をほぐす機械がベールタイプのやつなんで、はい、ベールタイプを今回用意しました。はい、スクエアでもできるっていう話ですけど。おー、はい、入った。入りました。こんな感じでね、入ってるのが確認できると思います。それでは乗ります。こちらですね。で、こちら、これがね、今わかるかな、このここのとんがってる三角の部分、ここからほぐれた藁が出てきます。こうってこの黒と赤のね、間あたりのこの辺、今これお兄さん丸つけてくれてると思うけど、うん、でここから出てくるんで、必ず牛さんの方が右になる方に入れるといいよっていう風に聞きました。はい、村雨さんの情報なんでね。おー、はや、ここまで来ました。荷下ろし開始のボタンが出ますので、わらやっていくと、こういう感じで、すごい、どうでしょう、バラバラになってる、牛の顔が牛の顔に、まあ、はい、滝修行じゃないけど、承知してください。はい、このようにこうすることで餌とわらが入りました。イエーイ。あでね、ちなみに、うん、餌にも種類があるんですよ。この牛さんに食べさせるので最もいいのは、はい、完全混合飼料っていう、はい、名前なんですけどTMR って言うらしいです、はい、じゃあ TM レボリューション作っていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、前回の動画でもね、ちょっと TM レボリューション作っと、ここからまあ簡単にね、サイレージロールの藁、スクエアタイプのベール、干し草ですね。で、ミネラル飼料、これをね、ちょっと混ぜていきます。おーりゃー、おーりゃー。はい、このようにミネラル飼料でふっくらさせていきます。はい、そしてこれができたものですね。これが、所有者あなた完全混合飼料ということでね。あ、できました。できました。でね、これね、排気口右と左あるんでね、この機械気をつけてくださいね。前回ね、白左のこれ外にね、思いっきり腰曲げてエーライムにあったんで、はい、それではやっていきたいと思います。荷下ろしを開始、完全混合飼料を食べやがれ。はい、先ほど餌あげちゃってたんで、もうこれしか入れませんでした。はい、はい、なおね、このなんでもないただの柵の牛さんのね、お家でも完全混合飼料を作りましたら、これで餌をあげることができます。一応ね、これでこのままこうバーってやったら完全混合飼料でね、餌あげられるんで、はい、このちっちゃい家だからって言ってね、完全混合飼料あげられないってがっかりする必要はありません。はい、はい、はい、3つ目来ました。ということで3つ目、これサイズは大きくなるだけなんで、場所はもうほとんど一緒でやり方も変わりません。はい、ただまあ育てられるね、頭数が変わるだけなんで。そうだね、そういうことです。で、まあ2個目にもつくんですけど、これ堆肥の山ってですね、これを近くに置くことで牛さんの堆肥がね、ここに溜まっていって、肥料にすることもできるし、はいはいはい、売ることもできます。うん、はい、それでは4つ目いきたいと思います。こちら4つ目の一番お高いところですね。餌をね、うん、勝手にね、作ってくれるんですよ。あれ、それもただ餌をあげるだけじゃなくて、うん、先ほどの TMR
TM ある完全混合飼料、はい、こちらをね、うん、作って、さらに餌もあげてくれる。おお。じゃあどういう風にねやっていくのかっていうのを説明したいと思います。はい。こちらね、あのいつも通り牛乳のマークだと思ってください。まあ牛乳以外にもね、あの積み込みするときに使うマークなんですけど、トラックに積むというふうにね解釈してください。はい。こちらアニマルマークはいつも通りね動物の売り買い。はい。これまあちょっと今少し離しておいてありますけど、こちらが堆肥の山、今堆肥ありませんけどね。はい。で先ほどと違うのがこの小屋。おお。何ですか小屋が。勝手に自動で餌を作る。おお、自動で。だけどね、これね、いろんな YouTuber さんこれ紹介してんのよ。そうです。だからもう俺らはもうパッと行くね。はい。どこで何を置くか。それだけ見といてくれたらいいです。実際なんか他の YouTuber さんめっちゃなんか喜んでいっぱいやってくれてて、うん、俺らはその小さい方の牛小屋の使い方が分かんなくて困ったぐらいだから。こっちはみんな知ってるでしょ。はい、わらわらわぁ、入った。こちらね、ちょっと間違えやすいんでね、あの解説だけしておきます。牛草、わら、サイレージとして、あれ、ミネラル飼料を入れるとこないぞ。ここです、皆さん側面ね、覚えておいてください。このようにね、減っていきます。本当だ。まあ、置いてるのね、減っていくんで。はい、それではね、堆肥とスラリーのね、納入先の解説をね、していきたいと思います。まずこれがスラリーですね。まだちょっと少量しか溜まってないんですけど、スラリー2385リッター溜まってるんでやっていきたいと思います。ここにね、スラリータンクをつけたトラクターで突入してきました。補充開始をしていきたいと思います。まあ、ちょっとしか溜まらなかったですけど、はい、これだけ納入していきたいと思います。はい、行ってきます。いってらっしゃい。スラリーの納入先ですけど、バイオガスプラントですね。はい。こちらの方に、うん、あの納入させていただきたいと思います。お願いします。ここの選択をした時に場所のマークを押していただければ、迷子にならずにね行くことができます。またねマップ大きくもできますんでね、もしよかったらこれやってくださいね。シロはこれ最初知らないでね、このゲームはマップも出ないのかと思ってね、今こういう状態だったんですよ。ね、はい、出ました。はい、こちら着きました。はい、着きました。スラリーはですね、このままちょっとこれ今ベルブになってるんですけど、無視していただいて、こちらですね、これ本来ベルぶながってないんで、あのこれすいません、あの白がやりました。はい、こちらでね、スラリー荷下ろしを開始ということで、はい、このような形で、220円しかなりませんでした、220ドル。こういうことですね。で、まあ、なんか敷地内走れますんで、まあ、適当に一周回って帰ってもらえればいいかなと思います。はい、そうしましたら次は堆肥の山、こちらから、補充開始ということでね、堆肥、これね堆肥用ではなくても普通トレーラーで行けますんで、商品こちらの方ですね、詳しく載ってます、見てください。それでですね、またここもね積み込みマークついてますんで、そこで積み込んでください。堆肥積み込みました。堆肥も同じところですね、バイオガスプラント行ってみたいと思います。ベベちゃんですね。はい、到着しました。はい、スラリーはね、あっち方向だったんですけど、堆肥はですね、こちらの舞台の上に上がっていただきます。こちらですね。で、落ちないように曲がっていただくと、はい、こちらにね、堆肥によろしと出ます。やっていきたいと思います。これに関してはダンプアップして、うん、あの出せる荷台じゃないとできないので。あ、そ
そうなんだ、うん、対比の散布用のやつだとここで永遠散布し続けることになるので、はい、あの下ろせねえじゃねえかよっつってはい牛乳がね、うん、いけそうなのでお牛乳の納品もね、はい、行ってみたいと思います。お願いします。まあ、ちょっと大きすぎる車なんですけどあのカッコつけて買いました、はい、牛乳のマークのところにつけて補充ボタンを押します。408リッター入りました、はい、ちょっと他にもね牛乳いけそうなのがあるのか確かめていってみましょうか。はい、これが2つ目のところですね。積み込みマークのところで補充を開始。入りましたね。補充します。はい、ちょっとしかないですね全然はい、そりゃそうですわね、始めたばっかり。はい、これでね牛乳のところ行っていきたいと思います。マップ左下ですね、こちら乳業工場。はい、こちらマークしていただいて、こちらに行っていきたいと思います。はい、でそこがね牛乳を卸す場所なんですよ。ここいいかなと思います。はい、ちょっと道から出ちゃうんでね、頭からだったら出ないですね。これで牛乳を納品いたします。はい、このような感じですね。でまた出ていただいたらいいかなと思います。はい、それでは、今回の動画はここまでとします。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。